Hello and welcome back to another episode of Persona 5 Scramble, where we're going to be leaving Osaka soon. So, let's talk to everybody. Do our last minute shopping and get out of here. Hey, Gaki domo. Yare, yare.悪いな。ああそうだ。いいぜ。なあ。それにするの、はい、それにするの、はい、おすすめ、また来ておくれよ。仕事の時間。何が欲しい？タイムセール。お買い得品だぞ。Yeah, you really haven't stocked all that much. All right, you know, that's fine. Go. おお。ああ、わかった。
世話になったな、怪盗団。改めて礼を言うぜ、茜を。俺を救ってくれてありがとうよ。かなわねえな。大和田、逮捕できるよね。心配するな、俺が必ずあげる。過去の悪事も含めて全部な。大方今頃は慌てて警察に根回しでもしてるところだろうが、俺の上司がそれを許さんだろう。必ず追い詰めてやるさ。うん、頑張れ善吉。絶対逃がすなよ。誰に言ってんだ。こっちは公安で鳴らした敏腕だぞ。茜ちゃんにもよろしくね。あ、いつでも遊びに来い。茜も喜ぶ。今度はゆっくりしてけ。京都の案内でもしてやるよ。じゃ、またな。行っちまったな。ねえ、あとは信じましょう。必ずやり遂げてくれるわ。さあ、東京に戻りましょうか。マスターも心配してるでしょうし。準備はいいかしら。思い残したことはないわね。うん、思う存分遊べた。苦しいこともあったが、素晴らしい経験だった。またこうしてみんなと旅に出たいものだな。同じく、人生の EXP 溜まりまくったぞ。思い残したことといえば、ソフィアの謎は解けなかったよね。仕方ない。まあ、それは東京帰ってからだ。一ノ瀬に相談するのもいいかもな。焦ることないぜソフィア。これから一緒に探せばいいさ。だな。難しいことは後でのんびり考えようぜ。ありがとうみんな。それじゃ出発するわよソフィア。またナビお願いできるかしら。オーケー、任せてくれ。はあ、これで本当に終わりなんだよな。なあ、東京まであとどんくらいだ。だいたいあと3時間だ。もうそんな近いのか。着いたらキャンピングカーともお別れだね。よく走ってくれました。うーん、寂しいぞゴーゴーファントム号。あれ、名前が変わってる。最初はなかなか眠れなかったっけ。もうすっかり自分の家みたいだけど。ねえ、このまま全国もう一周とかしちゃわない？名残惜しいけど、そうはいかないわ。みんな、元の生活が待ってるでしょ？特に宿題とか単位とかな。そうでした。言わないで！分かってるから、今だけは忘れさせて。一月前にも同じこと言ってたような。何、人生は長い。1年や2年の遠回りなど気に病むことはない。ダブリ確定みてえに言ってんじゃねえ。え、嘘、卒業くらいはできるよね。見捨てんな。大丈夫、ここからの努力次第よ。明日からは切り替えて勉強すること。ちくしょう、人助けした分ボーナス特典とかあればいいのによ。ほんとそれ。はあ、何はともあれ今日が最後の日か。名残惜しいな。ならちょっと寄り道していかないか。どうしたソフィア、どっか行きたいとこあるのか。旅の終わりに花火ってやつを見てみたい。今日横浜で花火大会があるみたいだ。きっといい思い出になる。素敵、私は大賛成だよ。いいかも、去年雨だったしリベンジだね。
じゃあ決まりね。最後の夜は花火大会でひとまず向かうけど、混んでるだろうから少し離れたところに車止めるわね。ここってどこよ。なんか海の匂いすんな。あ、ここ海が見える丘公園だよね。前に撮影できたことある。イグザクトリー、花火会場はここから歩いて15分くらいだ。そうだ、せっかくだし浴衣着ていかない？あ、仙台でゲットしたやつだよね。いいかも。浴衣に花火、これぞ日本の夏というやつだな。人が多そうだけど、双葉は大丈夫？前よりは強くなったし、みんなと一緒だから大丈夫だ。じゃあ私たちは先に行って場所を確保しよう。マジっすか？相当な混雑が予想される。いい場所で見たいならそれがベストだ。レディはいろいろ準備があるって教えたろ。頼んだぜお前ら。お前も場所取りだ、猫がな。なんと！まあ最後だしサービスしとくか。じゃあ後で合流な。晴れていてよかった。いや本当それな。お、来た来た。お待たせ。よかった、間に合ったみたい。ナイスタイミング。ちょうどそろそろじゃ。近くで見ると感動すんな。ほんと超綺麗だったね。ああ、特に最後のボタンは見事だった。ボタンってなんだ。お稲荷、花火には種類によって名がついている。ボタン、カムロギクなどがその一例だ。あれがボタン。画像で見るよりずっとすごかったな。もっといろんな花火を見てみたい。どこでも付き合うぞ。全国の花火大会コンプするか。お前人混み苦手じゃねえのかよ。でもそれ楽しそうだな。どこへだって行ってやるさ。この先いくらでも時間はある。そうだな、うん、それがいい。でも夏も終わりだね。いろいろあったけど、その分すっごく楽しかった。仲間も増えたし、忘れられない思い出になったね。おい、そういうこと言うなよな。寂しくなんだろうが。ほら、まだ旅は終わってないわよ。帰りましょ、東京へ。それじゃあ着替えて出発しよっか。だね。ねえ、これヤバくない？都内のことだし俺らには関係なくね。だってほら、アプリ消したはずなのにまた復活してるし。バカなこと。え、何、どうし、
ラストチャンスだとか言って覗いたら閉めるから。なんたって露天風呂で前歴ありだからな。覗かねえよ。ありがとう。なあ、definitely not last chance, but we'll do it anyway. Yeah! Thank you! そう。すごいな。やれやれ。ありがとう。やれやれ。ありがとう。そういえば、ありがとう。ねえ、
がとう。そういえば、あのさ、そう、and it's at this point that I'm going to go ahead and stop this episode here, actually. Suffice it to say that there's some things that are probably going to be happening soon, and if we keep going, this is going to end up being a rather long episode, so I'm going to stop for now and say thank you for watching, and catch you in the next one. Until then.